9月22日、伊勢路の伊勢農協南西南東育苗センターにおいて、親子野菜塾の第2回目となる農業体験が行われました。親子野菜塾は南伊勢町が伊勢農協と取り組むスナップエンドウの試験栽培を通じて、触れ合いの場、農作物を育てる楽しみの場として、南伊勢町内の小学生および保護者を対象に行われます。親子野菜塾は合計4回の予定で、8月に実施された第1回では種まきが行われています。第2回となる今回は、伊勢農協の職員に教えてもらいながら、スナップエンドウの余分な芽を取り除き、まっすぐ伸びるようにツルをネットへ結びつける作業などを行いました。いいな。楽しいです。今後は11月の末にかけて、スナップエンド特有の作業などを織り交ぜながら、収穫に向けて塾が続きます。